グモニーグモニーグモニーお子さんはいてはる？お子さんは、はい、2人いてます。あ、2人も、2人もいてるんですよ。5年で2人。はい、この間生まれたばっかりなんですけど。ほんまかよ。かわいい。かわいいですね。あ、やっぱかわいいんや。あ、じゃあお子さんいてるじゃないですか。おるおる。でも見てへんや、ちっちゃい頃。そうですか。見てないもん。一番可愛い時はね。見てないね。でもまあ大きかったから可愛いわ。可愛い。いや、だから太田の方がだから小学校の時別れたから、はい、そこから11年後でな。え、あ、そうなんですか。で、やつが19の時に、はい、やつからやつ太田のよ、はいはい、ほんで大阪駅の中央改札で待たせやっつって行って、はいはいはい、昼1時行ってて、はい、で、清塚がまだあってんな。あ、前で待っとけっつって、はい、1時前に行って、はい、15分ぐらい前に見たら女の子がおんのよ、はい、清塚のとこに、はい、あれかなと思いながら、はい、でも時間ちょうどに行かなあかん思ってるから、はい、早い行ったら俺しがりやんか、はい、ずっと見とった何のプライドだろ、ずっと見とったこれなんか変な男で喋ってんねんや、うん、こナンパしとんちゃうこいつって思ってあっち行ったけどまだ行ったらあかん。ああ、俺は1時や、はい、ほんでまだ喋ってんねんや、はい、ほんで1時1分ぐらい前になって、はい、こんなか聞くかと思ってなんか勘違いしてんやろな、はい、行こう思った瞬間に電話なって、はい、パパ今着いたって言われて、はい、改札におって改札におって、はい、おーって、ほんでセーフやった。全然知らない。そうそうそう、それがもう久しぶりのあの再会であって、その時顔って分かんねん、向こうは分かるやん。はあ、偉いもんでな、はい、うん、で俺は分からんかったんけど、分からない、分からなかった。うん、でそこからまあ飯行こうか言って、はい、梅田知らんから、はいはい、当時まだ B1 かとてがあったよ。ああ、はい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 、道頓堀に、はい、でパパの仕事の見せろかーって言ったら、うん、当時な、うん、高橋博士さんがいてはって、はい、高橋とかいてはって、まあ、長い付き合いしてるから、はい、師匠娘ですね、うん、言ったら、あのおっさんもおっさんやで、うん、元気これやろ、お前のタレ、お前のタレやろ。娘と一番娘を聞かせたくない。何年ぶりかよ。大丈夫。タレ。娘なんですよ。かまんかまん、元気若いにすっきゃまま昔から。いらんこと言うと。ほんで元気わしを知っとんよ。タレやろとか言ってね。いや、ちゃう、ほんま娘ですね。えがしなあれやしょ。お前自分で言え。娘ですって言った瞬間に師匠が、わし分かっとったんよ。めちゃくちゃやの。めちゃくちゃやな。男の子、女の子。女男ですか。ああ、ええ感じやな。かわいらしなるね。ほんまもうな。西根は結婚願望ないの？結婚願望、今は特に、はい、ないっすけど。なんでない？なんでって、なんでですかね。ないか？はい。あの、やっぱ結婚願望あったんですか？結婚願望そんななかった。ですか、あんま急になんかなりますよね、勢い勢いあタイミングと勢いっていう。こんなん妹ってのはこいつもスッと結婚するかもしれんね。しれっとそうなるかもほんまに。で年齢的に僕のエポキ今34なんですけど、はい、38ぐらいでご結婚されてますか。そう、39かな。あー、うん、じゃあまだ一応5年猶予あると思っておいて大丈夫ですね。でも、はい、スッと結婚する可能性ある。スッと意外と。あー、そうか、結婚は勢いで、なんかもう勢いじゃん、ええやん、もうか、もう反抗そば、はいはいって深く考えたらね、結婚できない。あー、なるほど。君ら言うとくわ、結婚は勢いな、はい、離婚はパワーいるぞ。ええ、紙切れ一枚、どんな重たいか、はい、言いますね。あの離婚、あの紙それ、勢いで言ったからじゃないですか。いやいやいや、勢いで言ってもいかんでもな、いや、離婚ってな、いろんなことが付随するやんか。そうですね。でもな、もうあれも勢いでも書かなくさないね。離婚の時で言うとるわ、はい、いろいろ考えたら反抗されへんからね。考えすぎたらそうだから、もうってやったらもう離婚も勢いだから、勢いでパワーを使った勢いでいかなかった。ここやわ、僕の知り合い あの先輩の芸人さん、こういうとこあんま名前出せないんですけどね、うん、離婚し合った時に、うん、そのハヤト兄さんはすごい痩せ張ってね、うん、もう心配するぐらい痩せ張って、はいはいはい、結婚する前に。ああ、そう、なんであいつがそんな痩せなあかんの、心配して。いや、なんかわかんないですけども、すごいなんか嫌 やったんでしょうね。離婚されるのが、いや、離婚したくて仕方なかったぐらいの。ああ、なるほど。あ、はい、そあ、本人の話か、はい、ああ、そうやろ。聞いた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 。
あな、何でしたっけな、奥さんになんか天ぷらばっかり出されて殺されそうになったみたいな。俺なんか美味しないエビチリだよ。エビチリと結婚して2回しか料理作ってくれんかった。その打ち上げでなんか焼肉食った後に家帰って、アサリさんも食いたいのにエビチリ出されたよ。くね、営業やると嘘ついてね、あの漫画喫茶が止まってましたもん。家帰る、家帰る、ほんまに嫌みたいなと思ってね。なるな、一緒に住んだら大変やもん。元々とかあるもんな。一人暮らしなかったら余計ですよね。二人になったらすごいなんか二人暮らしがなんか、はい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 、しんどくなると思う。知らない。今しんどくない。なんか言うてますよ。こいつっていう噂を聞いた。噂を聞いた。僕はしんどくないですよ。ああ。じゃあ、でも気使う部分がな、やっぱり出てくるからな。いや、これあるで。で、これまたそこに子供ができたとなったらもっと見えないプレッシャーが。分かる。立場がなしんどなんねん。そう。家だと思って。いや、ほんま、一人ぐらいだって普通に屁こけるやん、ブリって。嫁はおる前で屁こいてみんなに言われる分からへん。こけなくなるんですね。で、やっぱちょっと考えるな。遠慮をね。うん。嫁は嫁やろ、多分。普通やったら屁こいてるのに我慢してるかもしれへんし。そうですね。お互いこういうのがいろいろある。はぁ。お互いの我慢で平やったんすよ。平やった。そっから、そっから大事なことやな。そっか、ガスに溜まっちゃダメなんすね。何事も溜めたら溜めたらいいから。それ2年は女性と住んだことはあるないです。あ、いや、僕今ルームシェアしてるんですけど。あ、ルームか。あの、僕今飛行機雲の佐藤さんの方と女性ちゃうやん。あ、一緒ですよ。その前、あの、女性とルームシェアしてたんですよ。うんま。はい。芸人？いや、違います。何やったかな。音響とかやってはる方やったと思うんですか。ルームシェア、女の人と？はい。なんか間違いとか起こらへん？いや、起こらなかったっすね。起こらなかったんですけど、うん、住んで、一緒に住んで3ヶ月で、うん、彼氏できたから出ていくって言われて、うん、3ヶ月で出ていきました。ゆりこさん、美月の間にやな。なんかなかった。はい、いや、なかったっす、ね。例えば、その子お風呂入ってるやんか。はい、見たろかなとか思わなかった。あ、まあまあ思うぐらいはありますけど、はい、思うぐらいは全然あります。いや、なんかパンツの出るわ、もうね、こう触ったりせんかった。ああ、いやいやいや、それでも見れるところがなかったですね。あ、でも確かに頑張って見れたかもわかんないです。頑張ったら願望があったよね。ああ、はい、そりゃそうだよね。はい、まあ、でもこれからな、石根君も結婚という新しいこの、はい、人生の。そうですね。あの、なんか今のところいい話じゃなさそうです。いやいや、一回、はい。だから、な、こいつなんかのパーティーだとおもろいやんか。結婚しました。あ、結婚パーティー。おもろいやんか。もう、デイブクショーなくて。笑いが起こる。笑いが。愉快なパーティーできるように、これからも2000年頑張ってね。頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。